ねえヨウム、最近霊戦とあった？そういえばここ1ヶ月全然見てないね。どうせまたエイリンさんに使われてるんでしょ。そんな気がします。新薬の調合に忙しいんじゃないの？あの子も頑張り屋さんね。それにしても暖かくなりましたね。まだ朝は冷えますけど、桜も咲き始めて本格的に春が来たって感じですね。霊夢。2017年の春。248回目のやり直しの旅もここまで来た。霊夢が望んだこの未来が今ここにあるのに。おいミマ様、何ぼーっとしてんだ？いや、ちょっと。君は後継ぎのこと考えてるのかい？さあな、考えたこともない。なんならミマ様が8代目になるか？私よりあんたのが務まるだろ。バカよな、私は悪霊だよ。悪霊が巫女になれるものか。そうかねえ。やり直しの影響によってこの世界は変わり果ててしまった。七代目巫女は私が修行をつけたことによって周り桜を得とく。横転病を発病せず今も生きている。だがそれが影響したのか霊夢を生んでいない。霊夢の父と出会わなかったからであろう。そしてマリサもこの世界で生まれていない。そう、この世界は、私たちが作ってしまった残酷な新世界だ。霊夢、どこ行ったんだよ。霊夢。マリサさんじゃありませんか。お久しぶりですね。また地下で魔法の研究を。シャメイマル。もしかしてここは、この時代は、どうかなさいましたか？体調が悪いなら太ももでも揉みますか？揉まないよ。なんでそんなハレンチなんだよお前。やだなマリサさん。私の二つ名をご存知でしょう。誘惑の記者ですよ。知らねえよ。やり直しの影響で色々と変わっちまったんだな。ゆかりたちは今何してんだろ？さあ、あの人はよくわかりませんから。また神社であの巫女にちょっかいかけてるんじゃ。神社って白霊神社か。あやや。そうだっつかれても。巫女ってのは霊夢がやってんのか。ちょ。落ち着いて。マリサさん今日なんかおかしいですよ。わかんねえならいいぜ。直接行って確かめてくるからよ。なあ夢子ちゃん。美馬様にそろそろ後継ぎのこと考えろって言われたんだけどよ。私そういうのちょっと疎くてさ。どうすればいいかな？チェック。言わせねえよ。さすがにそういうことはわかるわ。そんなことを聞きてんじゃねえ。なら捨て子を拾って育てるというのは？そういうのでもねえんだな。大切な人？っていうのかな。優香とは違うまたその。夢子の大切な人って美馬様なのか？そうですね。そしてもう一人、神鬼様です。いい機会なので少し昔話でもしましょうか。神鬼様が心をなくされたことはご存知ですか？ある程度は美馬様に聞いてる。わかりました。今からお話しすることは神鬼様がどのようにして復活されたかです。うん。めっちゃそれ気になってたんだよ。美馬様に聞いても面倒だからって言って教えてくんねえんだ。なんだか美馬様少し霊夢様に似てきたような。では、どれほど時を遡って話しましょうか。ねえアリス。うん。今頃向こうのアリス何してるのかな？完全に恋する乙女じゃない。いや師匠として。よく言うわ。今幸せですか？向こうのアリスに会いたいですか？宗教の勧誘はちょっと。そのようなつもりで言ったわけではないのですが、
はじめまして、霊夢様。そしてアリス。なんでこいつに継承つけて私は呼び捨てなのよ。あなたが私の妹だからです。は。あんたいい加減にしなさいよ。私はずっと一人で生きてきたわ。生まれた時からずっとね。こいつがあんたの姉。いや冗談よしてよ。ちょっと黙れ霊夢。ここから先はよく考えて喋りなさい。私の心の傷をえぐってそこに踏み込んでいるんだから。ぷ。ごめんアリス、あんたがシリアス視点のちょっとつぼるわ。お前一回突き埋めるぞ。ずっと一人。ですか。何の真似よ。あなたの母、神器様に代わり謝罪させてください。今まで何もしてあげられずに。私の母？そんなの知らないわよ。いるならどうして私に会いに来てくれないのよ。なんで今頃あんたが来るのよ。遅くなって申し訳ございません。並々ならぬ事情がありそうね。その神器ってやつに合わせてくんない？そいつ、すべての世界のアリスを作った唯一神でしょ？ご存知なのですか？いや、ただの勘。二つの世界のアリスと近い距離で過ごしたからなんとなくそう思っただけ。神器様は今心を失っております。かつてのあなたのように、私は神器様を蘇らせたいのです。あの人がこれ以上苦しまないように。あの人？この幻想郷を壊したあの人です。冗談じゃない。そいつのためにわざわざアリスに会いに来たの？あいつは死んでも許さない。あいつのせいで全て。あんたは一体何者なの？私の姉？ここを壊した奴の仲間？せっかく私たちが前を向いて歩き始めたっていうのに。今更なんなのよ。帰りなさい。ここにあんたが求めてるものなんて何一つないんだから。事情は全てお話しします。だからどうか、お話だけでも私たちの目の前から消えろ。アリス、ちょっとどいて。まさかこいつの言うことを信じるの？こいつはあの化け物のことを。頭冷やせばか。私もさっきはカッとなった。だけどよくよく考えてみなさいよ。奴の仲間だったとしてもこの状況をどう説明するのよ。ただの仲間ならここまでしない。もしかするとあの異変には私たちの知らない裏側があったのかもしれない。だとしてもよ。あいつがしたことは許されることじゃない。別に奴を味方するわけじゃないわ。私だって許したくないんだから。どういった経緯であの異変を起こしたのか。それも全てお話しします。もう好きにしなさい。私はここで失礼させてもらうわ。話なら私が聞くわ。でも一つ心に留めておいて。まだみんな心の傷が癒えてないの。それこそさっきのアリスのように激情する奴だっている。まあでもいろいろ信じられないことを次から次へと言われたからね。あいつも気持ちの整理ができなかったんじゃない？申し訳ございません。私はアリスとは違い、出来損ないの作り物ですから。という感じで紆余曲折あって協力してもらいました。いやわけわかんねえわ。何？異変って？ああ、やり直しの影響で前の世界の出来事を知らないのでしたね。やり直し？いえ、何でもありません。今の話は忘れてもらって結構です。あなたからすれば作り話や夢の話みたいな感じですので。いやあ夢子ちゃんも冗談言うんだな。じゃ、私は腹減ったから飯食ってくるわ。本当に皆変わってしまいましたね。そう？あいつの名前は美馬っていうの。やり直し。ねえ。人は過ちを繰り返します。だから、美馬様は永遠にも等しい年月をかけて罪を償っていくおつもりなのです。何度も言うけど私は絶対にあいつを許さない。理由がどうであれ私の大切なものをたくさん奪ったんだから。はい。でもそれとは別に、あんたの覚悟を尊敬するわ。何もかも分かった上で私たちに協力を仰いだのよね。ひどい目に遭うと分かっていながら。協力してあげる。ただし、一つ約束して。何でしょう。向こうの世界のアリスに会わなくてもいい。だけど向こうの世界のアリスに全てを託したい。よろしいのですか？掟は破りたくない。わかりました。霊夢。話は全部聞かせてもらったわ。さっきその、悪かったわね。ちょっと混乱して自分でもダメだってわかってたのに。アリス、だからその、さっきのお詫びとして手伝うわ。ありがとうございます。霊夢。やあ、元気そうじゃないか。美馬。残念だがここには霊夢はいないよ。ここにあるものは、君にとって見るものすべてが知らない世界だ。君もこの神社に来るまでに見てきただろう。仲の良かった連中も君のことを知らない。そして、もちろん君もそいつらの中身は知らない。霊夢はどこにいる？この世界は私たちだけを取り残して動き出した。人も友も家族も歴史も、何もかも消し去って、霧雨マリサ、ここがやり直しの旅の果てだよ。
残酷だろ。んなことはどうでもいい。鼻からろくな終わり方なんて期待してねえ。霊夢はどこだ。私の質問に答えろ。奴に会ってどうするつもりだ。どうするもこうするもねえさ。ただ会いたいんだ。霊夢は。バカ霊夢が。どこへ行く。ルセイを止めんな。まだ話は終わっていない。ここは旅の果てだと言った。でもまだ道は終わってない。意味わかんねえよ。中二病こじらせすぎだろ。やかましいわ。さっきからキャラ変わったようにツンツンしやがって。キャラ編はやり直しの影響をもろに受けた連中だけにしてほしいわ。知らねえよバーカ。てめえこそその中二病の設定いつまで引きずってんだよ。いい風になったんだよ。全然に飽きるも何もないだろ。それを最後まで突き通すのがキャラクターってものだろ。あはは、マリサ起きたばかりなのに元気だね。新規。おはようマリサ。いろいろ変わっちゃって大変なのはわかるけど、まず中今の話を聞いてもらえない？新規まで。マリサ、私の本当の名を教えよう。昨夜はどうしてメイドなんてやってるの？なら聞き返すわ。あなたはどうなの？愚問だったね。うん？ここら辺では見ないわね。どうしたの？貴様がスミレコの導きの書だな。せやで。そうか。お前が。もう消えていいぞ。用済みだ。さよなら、導きの書。レミリアさん。なんで、なんでビッキーを。貴様の知ったことじゃない。邪魔だ、そこをどいてくれ。私にはどうやら行くべきところがあるみたいだ。私の知っているレミリアさんじゃない。あなたはもう私の知っているレミリアさんじゃない。なんでみんな変わっちゃったの。お前らが書いたの間違いだろ。え？どけよ、スミレコ。どきませんよ。私が好きだったレミリアさんはそんなことしない。霊夢さんが家族と思ったあなたはもういない。だからここを。どきません。霊夢。そうだ、その名だ。そいつのくだらん運命を終わらせに行く。それが私の本当の名だ。たく。まためんどくせえ案件持ってきやがって。霊夢が自分の運命と向き合ったと思えば、次は私が自分の運命と向き合わなきゃいけねえようだな。だから旅はまだ終わってねえ。か。ああ。おい、7代目はどこだ。今日こそあたいの最強のパワーを見せてやる。チルノ、来てもらったのに悪いが、あいつは今留守だ。また今度来い。ジェイ。あ、マリサいたんだ。いくわリーカ。どうでもいいからもう帰るね。何しに来たんだよ。あいつ。どうしてマリサのことを。あいつだけじゃなくてシャメイマルも私のこと知ってたぜ。ありえない。どうしてこうなった。お前は。いや、お前たち二人。キリサメマリサとハクレイレイムはこの世界に生まれてきていない。だからお前のことは誰も知らないはずなんだ。しけたつらしてその桜の下にいるんじゃねえよ。うん、お前。おいミマ、てめえどこ行くんだ。さっき言ったろ、霊夢は君との約束を守りに行く。だから私もついでに行くのさ。ついでって、お前な。それに忘れたとは言わせないよ。61話の君のセリフ、もっとマシな言い回しできねえか。これで一緒に桜が見られるな。だったか。それで見られるじゃねえか、春の桜が。だね、一緒に行こマリサ。霊夢様の元へ。もう霊夢様は先に行かれていますよ。バカ。どいつもこいつも揃いも揃って。ここには霊夢の居場所はどこにもない。だったら私らで作ればいいじゃないか。桜が咲いたこの未来で。うん？ああ、こいつのことか。私にそっくりだろ？いや、私にそっくりなんだけど。確かに言われてみれば。もしかしてお前。か、言ってね。美馬様の飯っくり忘れてた。え、美馬様、今晩21時、もう一度ここで会おう。一緒に夜桜見て話していことがある。はいはい。いつも遅いのに今回はえらく早かったな。アーリア重派じゃないかな。何をおっしゃっているのですか。あなたもリア重ですよ。そうだねミマ、これからもずっと一緒だよ。
おいみま。うん？長い間ありがとう。君らしくないね。私に感謝するなんてさ。寝てる間に頭でも打ったか？お前はそんな柄じゃねえだろ。本当に今までありがとう。そして、さようなら。危な、ち、仕留め損なった。どうして霊夢様はミマ様に会うたびに喧嘩を吹っかけるのでしょうか。さあね。だけどまたこんな日々が訪れるなんて。好きにさせてやりゃいいさ。ひとまずここが旅の終着点だ。お疲れ、私たち。行かなくてもいいの？みんなでハッピーエンドだっていうのに。そっちこそ。あいにく問題がまだ山積みでね。私もだよ。本当の終わりはここじゃない。私はあの人を止めなければならない。まだまだ先は長そうね。うん。どう？あれが悪に見える？人間に見えます。ならよかった。だとしても私のすることは変わらない。そう？ここで尽きるわけにはいかぬ。ジョーだよ。貴様の首を取るのは少し先になりそうだ。恨みは恨みによって塗り替えられた。ねえマリサ。うん？いつか約束したじゃない？二人で春の桜を見るって。ああ、まさかその約束を果たすために何千年も時を巡るとは思わなかったけど。一度しか言わないからよく聞きなさいよ。おう。やり直しで私はかけがえのないものを失った。ミマが母さんを、白霊の巫女たちを救ってくれた。でも何よりも、マリサとこうして過ごせるのが何より幸せだと感じてる。やっぱりてめえ寝てる間に頭強打したろ。出ないわよ失礼ね。なんでもいいや。一つ聞かせろ。お前はこの先どうしたい？もう昔に言った。あんたと一緒に生きていきたい。そっか。私もお前と一緒に生きていきたいぜ。ミマが気にしてた私たちの存在についてもまだ問題が残ってるし。それ以外にもまだまだやることが残ってらー。なんだっていいじゃない。ま、そうだな。これからも二人で頑張るか。本当のハッピーエンドを迎えるためによ。